本日は向こうチルドレンで大活躍中の小太郎くんを今日はピックアップしていきます。よろしくお願いします。この子マジでいい球投げます。いい球投げるわ。ここで翔平 TV は小太郎くんのボールの握り方を見てちょっとしたアドバイスを行いました。そのアドバイスとは、ボールを握る時の人差し指と中指の第一関節を縫い目にかけますが、そこの位置についてその最後の押し込みが重要という話をしました。もう一つは人差し指と中指の間の間隔を狭めることによって回転数が上がるよと、それによってボールが落ちづらくなりいいボールが投げれるようになるよと伝えました。ちゃんとスパイク履けばさ、ちょっと味違うよ。ボールの持ち方も。はい、ストップ、ストップ、ストおいじゃん。めっちゃ早いじゃん。お前は向こうにやった。お前は向こうにやった。ワン